やばい、みんな固まっちゃった。おはい、さこまです。毎回カメラ操作するの何なの。コマです。カノです。そんなわけないじゃないですか。ミッキーです。ピコラと営業もいますよっていう。はい、というわけで今回はひらがなの鍋かけ図。カード名を全部ひらがなに直して、それをもうランダムにごちゃ混ぜにしたやつを見せるんで、それが元は何のカードかっていうのを当ててもらえます。気づいた人、分かった人からもうバーって名前をホワイトボード書いて伏せてください。1位は3点、2位2点で、3位1点、4位0点。2分経ったら、まあ、そこで終わりで、それまで書けなかった人はもう0点。もし1位の人が不正解だった場合、マイナス1点です。で、2番目の人がもし正解したら、1位の時に手に入る3点が入ります。繰り上げて、そうそうそう、正解だった順、そう、正解だった順に3、2、1って感じです。はいはい、ツインパクトはないです。通常のカードだけです。さあ、行くぞ。じゃあまず視聴者さんにはね、見せます。はい、スクショタイムです。はい、スクショタイム。こちらが最初のお題ですね。これを並べ替えてあるカードにしてください。じゃあ行きますよ。2行になってるんでね。用意スタート。お、もう、はい、まあ、ちょっと早いけどいますね、答えが。早いなぁ。カードがちげえ。あ、ミス1、2、3。ひらがなカタカナだ。あ、全然大丈夫ですよ。全部ひらがなで。めっちゃ余裕だったね。もう一回間違えた。時間やってねえ。まず正解を言って、1、2、3、4の順番で開ける。なるほど。じゃあ正解言いますね。はい、正解は、無限竜元明エンペラーです。はいはい、では1位の人から。じゃあ行きます。無限竜元明エンペラー。字が。エンプラー。はい、じゃあ親さん。無限竜元明エンペラー。ああ、オッケーオッケーオッケー。申し訳ないけど、最初ゲームエンペラーここに書いてあったので無限竜できるから無限竜元明エンペラーだけ書かなかったです。なるほどね。はい、一回どこに見落としました。元竜、はい、これデッキの方ですね。そうだね。じゃあもうこれ順当にアンミクさん3点、3点、ロヤさん2点、カジョ1点、カットはマイナス1。お前何も運転持ってるんでマイナス1になるんだ。では視聴者さんに第2問目いきます。デロン、字汚いのごめんね。ホワイトボード汚いのごめんね。さあこちらをじゃあいきますね。用意スタート。わからない。はい、アンミス早い。早いわー。カジノ2。お前書くの早っ。早い。はい、じゃあこれ終わりでしたね。はい、じゃあもう答えを言いますね。じゃあ今回の答えは、ブンブンバイカーです。はい、じゃあ一度アンミスから。はい、申し訳ないけど、ブンブンバイカー。はい、ちゃんと書いてる。見えるように並べちゃった。ブンブンバイカーって書いてるけど、気づくの遅かったぜ。はい、まあ、これも順当にね。みんな正解だね。はい、アミツ3点、カジノ2点、カト1点。じゃあ視聴者の皆さん、こちらの3問目でございます。めちゃくちゃ、あ、これはあの大きい、大きい字ですね。大きい。ちゃんと書いてるよ。いや、あのね、スペースが。じゃあ用意スタート。結構みんな止まってるね。出てこない。これはむずいぞ、たぶん。やばい、みんな固まっちゃった。全然わかりやすい。全然問題と思う。フルネームあんま聞かないもん。お、加藤早い。これで優勝で加藤しか点差ありませんよ。加藤3つだと思うけど。加藤3つは全然マイナス1。あ、マイナス1じゃん、加藤。また0点になったの。実質みんなプラス1だよ。5、4、3、2、1、終了でーす。これは加藤だけかなというやつ書いた。じゃあこれはもう加藤だけなので、加藤から先に何を書いたか見せましょうか。正解は、いきなる舞台、イワシンです。イワシン。じゃあみんな使ってる、あんだけ偉大ステーションの人たち。みんな握ってるやん。みんな、ね、あんだけ偉大好きでしょ、あなたたち。いや、もう全員握ってる。そう、全員。じゃあ加藤3点入りますね、これで。4問目、はい、4問目いきます。視聴者の皆さんには、はい、見せます、こちらです。はい、いきますよ、せーの。はい、お、あんみつ早い。よーし。あ、3番目。
あと何？あと、あ、7、6、5、4、3、2、1。はい、終了です。カジノは書いた？じゃあカジノはもう0点。じゃあまずあんみつが1番か。そうだね、1番。じゃあ答えいきます。答えは、ライトニングソードパラディです。もう、はい、もうそうだけど。じゃああんみつ、はい、ライトニングソードパラディ、はい、はい、ライトニングソードパラディです。はい、はい、じゃあ、バイトの3人は俺が縦にシートしか読んでないの。あ、読んでたな。じゃあ、続いての問題、こちらです。せーの、ウンタフフィディライディライ。コメント欄も早い人結構いますね。あ、もう書いてる？ポケモンじゃないよね。まあ、いろいろ書いてる。ポケモンじゃない。ドラクエじゃないよね。ドラクエじゃない。はい、残り1分です。これは無の時間。あ、じゃあ、大家さん、これ最後ですね。さあ、なんか。さあ、分かってる人もとりあえずコメント欄にいますね。お手上げ。はい。終わりです。はい、じゃあ、かけたのが、おやさんだけ。じゃあ、もうこれはおやさん出してもらいましょう。いや、頼む、待ってくれ。せーの。ブラッティ台風。はい、じゃあ、正解は、ブラッティ台風です。というわけで、おやさん3点。やっいや、これすごいよ。エキオがコメント打った瞬間に打ってる人いたもん。シュンって。シュンって。あー、めっちゃ面白い。だから、大家さんはちょっとね、当てなかった。おーってなっちゃった。危なかったね。使ってた。はい、じゃあ。汚いし。最初の字の大きさと最後の字の大きさよ。2行にしてよ。横に詰めて。お、すごい。もう答え書いてる。いきます。早いし。早。よーい、スタート。これが正解だと思う。早かった。じゃあ2分で。じゃあ2分で。じゃあ2分で。はい。あみつ。あみつ。1。じゃあ3人。ああ。3人のか。じゃあこれはもう。ああ。お。もう伏せちゃったからね。これ変えられませんよ。答えを言います。答えは。ファイナルルフレモルトですね。はい。じゃああみつから。はい、ファイナル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 で、カジノは間違えたんでマイナス1点です。嘘だろー。点数開きすぎじゃない？え？点数開きすぎじゃない？点でも取れば勝てる。現在、あんみつ12点、おやさん9点、加藤5点、カジノ2点です。僕は見えないけど、モンキーディルフィーの検証は5億。5億だっけ？15億だから。じゃあ、分かった分かった。じゃあ、チョッパーの検証金100で。こちら。はい、はい、はい、9人。これはね、ちょっとね。特集だよ。おなんか数人が毒もらえたの。回答していたい。今どっちだったか全然見てなかった。あ、じゃあ最終回の時間の持ってから回答してくれてるけど多分それ正解。それだよ。なんでここまで頑張ってきて俺の話なんだよ。マジで1終了でーす。はい、そこまで。いや、もうめっちゃ上がったのに。じゃあ3人全員オープンして最後答えます。せーの。はい、じゃあ正解は、月と破壊とサタンとエンジェルです。いやー、やられたわね。いや、もうね、なんかね、ジェでもマシもないし、生放送のコメントもトトトって言ってる人がすぐ出てきたからすごいと思う。すごいね。ということで今回優勝あんみつ、あ、違うわ、加藤だ、加藤100点取ってます。本来それに俺が取ったんだ。